やったら知りたいよ。グッモーニングやったら仕事。フィールグッドモーニング。例えば綺麗な空を見たとき、吹き抜けた風に季節の変わり目を感じたとき、ふとした瞬間に心に浮かぶ音楽、そんな季節やシチュエーションに合わせた曲を私水木の目線でお届けします。それでは今日も KBS 京都からお送りしていきます。おはようございます。さあ今日は張り切っていきますよ。なんたって私水木が一番好きなラーメンを食べに行くから。いろんなラーメンを食べてきたんですが、京都にある新宿麺屋風花、もうここがもう私水木のツボなんですよ。基本的に外で塩ラーメンって食べないんです。なぜなら札幌一番塩ラーメンを超えれないから。でもここのラーメンは水木の中の札幌一番を超えた水木一番なんです。また雰囲気もいい。騒がしすぎず静かすぎない、おしゃれな音楽がかかってて、ということで今日はそんな新宿麺屋風花でかかってそうな曲をお届け。邦楽も洋楽もかける風花ということで、まずは邦楽、大橋トリオでサーカス小屋。塩ラーメンって言うとこう薄味になりがちなんですけど、風花のラーメンはスープまでごく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 いけるのに薄味じゃない、こうしっかりと芯の通った味なんです。あー早く食べたい。さあ次にお聞きいただくのは、まるでこの風花のスープのように芯の通った曲、メアリー・ランバートのシーキープスミーウォームで、シーキープスミーウォームでした。それではまた月曜日の朝に。フィールグッドモーニング、お相手は水木でした。グッドモーニング新しい